佐々木です今回はですねリップルはじめアルトコインの年末相場12月の相場をですね話していきたいなと思いますいかんせんでですねずっとリップルは下落し続けてまあ一部ではリップル社の売り圧が強いとかっていう,うに言われてますけども年末はどうなっていくのかとか、まあ、リップルについての質問とかをね結構ラインアップ含めアルトコイン何仕込めばいいのっていう質問も来てましたのでどういったコインが有望なのかプラスまあリップルはねなぜかリップルの再生回数がめちゃくちゃ高いっていうね どんだけリップル、リップラーがいるんですかって感じなんですけども、あの、ま、あ僕もリップラーっていうかね、リップル持ってますし、ま、あ将来的に今は厳しい、えー、っていうこと言えますし、12月の僕は結論から言うと、えー、12月だからって言ってリップルだけ単独上げてするっていうことは、もう、ほぼない。うん。なんか僕が、なんていうんですかね、えー、 坊主にするぐらいとか、それぐらい確率的には少ないみたいな感じです。だからそれぐらいあの厳しい。ただし、1年後とか2年後、それこそ来年、ビットコインの半減期がある。で、半減期はさほど上がらないと思う。ただ、半減期から1年後は毎年爆上げしてるんですね、ビットコインは。まあ、あるところコもですけど。っていうことは、2021の、えー、年、うん。それの年末か、えー、2020の中盤か、 前半かは分からないけども、2021年とか22年とか、えーまあ、今から1年とかなんだよね、残り。1年、2年後とかには結構期待できるんじゃないかなというふうに思ってます。で、これも一番言いたい。あの、人が買わないとき、で、そして下がってるときに買わなかったら、投資の優位性ってないんですね、そもそも。リップルもメディアで話題になっているときとか、こう爆上げし始めてから、これ週足ですけども、えー、爆上げし始めてから買う。 確かに、ここら辺で買って、さらに伸びるってことを狙うっていうのありなんですけど、ここら辺で買ってこ、ここが高値で落ちてくる可能性なかったんですかっていうと、常にあるんですね、そういうリスクは。なので、やっぱり、その人が注目していない時とか、やっぱり時価総額が低い時とかにやらなきゃいけない。でもそういうコインっていうのは、えー、10個投資して9割が消えていくとかっていうのも多いんですね、実際は。 えーまあ、そういうのはね、余談だとしても、じゃあ、リップルとか、えー、イーサリアムとか、えー、主要あるとこにですね、ライトコインとかビットコインキャッシュとか、これからどうなるのっていうのを話していきたいなと。テクニカル分析、プラス、まあ、ファンダっていうのはもうほぼね、意味ない、えー。プラス、あのー、今現状としては、要は、企業がなんちゃらとかねで、リップル社の良くないところっていうかね、もうなんか、なんか2019年の、 スウェルとかでもなんかね、今年は最高の年だったみたいなこと言われてますけど、謎すぎるマジで。だから、そういうのは若干信頼できないからね、信頼を落とすような行為ですよね。だからそういうので売られてるっていうのはあると思うんですよ。ただ、その、かなり安くなった水準、例えばこれからね、1リップルが10、オーバーなんか話、10円とか15円とかになってくると、あのやっぱり底値圏っていうのあるので、さすがに例えばね、10円とかまで下がった時に、 じゃあ、10円で買って100円まで上がったらってことを考えて、こっからひとっ飛びあるのか、えー、っていうところなんですね。こっから爆上げとかしていって、例えば400円とかね、超えていくのがわからない。だけど、100円とか200円までの水準っていうのは、ビットコインが200万円とか、そこら辺の水準、今の、えー、2、3倍じゃないですか、今80万ぐらいだとして、えー、240万まで上がれば3倍ですよね。 もしくは160万でも2倍達成です。っていうことは、リップルが単純にビットコインに釣られて、他のあると思うんですけど、2倍になるってことはないのかっていうと、僕は全然あり得ると思うんですね。まあ、仮に今24円とか25円ぐらいですけども、えー、そこから考えると50円まで上がれば2倍。で、100円まで上がれば4倍じゃないですか。ね、25円だとしても、25×4 で。えー、なので、そういうことを考えると、 今買うっていうのは最悪0円になってもいいっていうところを狙考えているんであればありなんじゃないかなと。要は、えー、株式投資で中長期投資、例えば1年2年は持っておこうかなみたいなね、安値券で買って、まあ、僕もそういうね、日本株でもやってますけど、そういう賛成を考えると、明らかに、ね、BTC 名物の半減期がある。 のに、えー、買わないという選択肢はないと思う BTC の僕も現物も仕込み始めてますし、Ripple、えー、も、えー、仕込んでいこうかなと思います。ただそんなに期待はしてない。うん、あの言っちゃうと Ripple もそうだし、あるところに関してはやっぱり主要がやっぱりビットコインなのでビットコイン買われていくんじゃないかなと。ね後からやっぱり要は投資銘柄って別に1個だけでもいいし何個かまあ、基本は分散するっていうのが基本なんですけど。 あの別にビットコインだけでもいいと思うんですね。プラスリップルだけでもいいと思う。だけど、やっぱり数名柄欲しいかなと。3から5名柄とか、もしくは10名柄ぐらいとか、まあ分散してもいいんじゃないかなと。例えば10万円持ってるって方は1万円ずつとか、もしくは2万円を5名柄とかっていう感じでやっていくのはいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ実際ですね、12月どういう相場になるのっていうところなんですけど、まずビットコインの現状、簡単に言うと、週足レベルで、 こういうふうに見ると、もう明らかにちょっと厳しいんですね、もう。確かに12月上がっていくかもしれない。ただ、ここから12月中にここ、例えば150万まで上がるのかっていうと、12月っていう月、あの足を考えると、もうここからここなんですね。もっと言うと、月足で考えると、でかい時間足で見るとね。えっと、月足でこんな感じで出して見やすいように。だから、もうこの、もう一つの時間足っていうか月足で、 ここら辺まで200万までいかなきゃいけない。もしくは150万で上がる可能性あるのかっていうと、なくはない。ただ厳しいと思う。さすがに。12月中っていうのは。いくら年末総場って,っても。例えばここで、ね、数十万幅、えー、上がった時で考えても、例えば今ぐらいが大底と考えて、今ここの水準だとしますよね。大底で、ここから底を固めて上がっていくってことを考えたとしても、やっぱり少し時間がかかるんじゃないかなと。レンジを形成したりとか、ちょっと急落挟んで、下で新しい えー、新しく買い込む人たちがいて、しっかりと底固めをしていくっていうふうな動きがあった後に、えー、来年の半減期とか、再来年の半減期から1年後に向けて、大きな上昇を見せていくんじゃないかなと僕は踏んでます。だから短期的にこの12月っていうのは、今年の、うん、と前半とは言わないけども、8月とか、夏場ぐらいまでは、えー、まだまだ上がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただ、あの30万波を爆上げしましたよね。 あれが11月 ?10 月で、その後にもうそこ割っちゃいましたね、そのラインをね。っていうのを見て、まあもう無理だなと。一旦はね、12月中は。うん。ただ、逆にチャンスなのは、中長期の仕込み時っていうのは、今とか、もしくはこの後さらに下落した時は仕込み時かなっていうふうに思ってます。このままビットコイン終わっていくっていう可能性は、えー、低いんじゃないかなというふうに思ってます。その根拠っていうのは、さほどないんですけども、単純になんか、ね、例えば、いろんな意見あると思うんですよ。例えば、 いや、でも、それいろいろ含めても、単純に安く買って、今の水準って安いと思うんですね。で、仮にこのままずっと下がり続けてる。ね、最悪0円になるってことあるかもしんな、ね、い。だけど、おそらくこんだけ、例えばね、全世界的に、日本もそうだし、日本の企業もそうだし、SBI とかもそうだし、えー、まあ、Yahoo とか LINE とかもね、仮想通貨の取引をスタートしたりとかっていうのを見て、で、世の中っていうものは基本的には、その大企業を作っていくんですよ。ね、市場とか経済っていうものは。 えー、分かりやすく言うと、ね、このインターネットの時代作ったの誰なのって言ったら、マイクロソフトとかアップルとか、日本で言ったらソフトバンクとか、まあ、ドコモとかね、そういった通信回線を、ネット回線を広げていった人たちが作っていったわけですよ、もうその時代が来る。それはなぜかっていうと、まあ、別に、まあ、今、大企業が作っていくって言いましたけども、でもみんなが欲しい、ね、みんながそううニーズがある、多くの人のためになるからっていうことで大企業が 始めるで、みんなもそれに同調して使うからインターネットが普及していったわけですね。で、次にじゃあ仮想通貨どうなの流行るの流行らないの衰退するのっていうと、もちろんわからない。例えば、政府、えー、日本もそうだし、米国とかが円とかね、米ドルの、えー、価値がペックされた、もう同じような価値を同等に持っている電子マネー的な、えー、仮想通貨を、ステーブルコインをですね、えー、作ったと。すると、じゃあ、ビットコインとかリップとか、えー、イーサレム、やばいんじゃないのと思うけども、 それはそれで使われると思うんですよ。生き残る。うん。それはなぜかっていうと、そのステーブルコインっていうのはステーブルコインだけしか使えなかったりとか、要はビットコインはビットコインでしかできないものがあったりとか、でイーサーはイーサーしかないものとか、まあ、別に全部がある程度の要素は備えてるんですよ。そもそもなんか電子マネー的な感じだったりとか、送金とかね受信するみたいな感じ。ただ、まだ一般化してない。 だから、これが一般化したらどうなのっていうところなんですよ。で、これしないのかっていうと、僕は一般化すると思います。完全に。いくら、この二段階認証がめんどくさいとか、いろんなことありますけども、もっと言うと、例えば銀行口座作るの方がめんどくさいと思うんですね。銀行に行って、身分証を見せて、犯行、えー、思ってて、その印鑑のね、確認とか、銀行とかの、えー、振り込みとかもそうだし、まあ、今、印板っていうかね、オンラインでできますけど、それを、犯行とかで、銀行の方とかが確認したりとか、 まあ会社やってる法人員とかね、個人員とか、あと印鑑証明とかね、個人の印鑑証明、法人の印鑑証明とか、そういうのもすごくめんどくさいしで、それが逆に生き残っていくのかっていうと、もう恐竜みたくね、もう沙汰されていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。しかもそれが、えっと、あと5年、10年ぐらいで、で紙とかもなくなると思うし、ね、学校の教育現場でも今タブレットとかね、こうやって、えー、勉強するっていうのは当たり前になってると思うんです、なりつつあると思うんですけど、えー、学校によっては。だからそれがもう えー、日本もそうだし、全世界的に、えー、もう当たり前になっていくのが、こ今後あと10年、20年でそういうふうになっていくんじゃないかなと、むしろそこからさらにもう仮想のデバイスとかね、なんかこう、Google グラスとかそういった感じ、メガネ型のなんちゃらみたいな感じで、こう仮想のデスクトップがこう表示されるみたいな、まあ、漫画とかね、SF みたいな感じなんですけど、それに近づいていくんじゃないかなと、で自体は結局そういうふうになってるじゃないですか、昔なってインターネットってものは、こう20年前なんてもう想像もできなかった世界、今広がってるじゃないですか。 だからそれが仮想通貨でも言える。で、こういうことを考えると、 今ね、常にもうやっぱり仮想通貨ってある程度認知力ある。知らない人はいないと思う、日本でも大体ね。おばあちゃんとかでもまあ、ビットコインとか知ってるとか聞いたことあるっていう人は結構いるんじゃないかなと。60歳ぐらいだと。まあ、80とか90とか100歳ぐらいの方でね、まあ言葉聞いた、うーん、みたいな感じだと思うんですけど、でも知ってると思うんですよ。聞いたことあるみたいな。うん、ただよくわかんないとか、アカウント作ったことはないとか、2段階認証とかスマホでやるとかってすごい難しいと思うんですね。だけど、今後5年、10年で流行っていくと思う。 なぜかっていうと、今までも、僕もスマホ、僕もスマホが出たときは、もう想像ができなかった、えー、の使いこなせなかったとかね。逆にその、自分的にはキャパはあるんだけども、なんか、ネットが遅いとか、なんかスマホ的になんかお菓か子、バグっちゃうみたいな感じも結構あったと思うんですよ。なんかネット回線うまくつ、4G がうまくつながれないとか、4G と 3G の、なんか、4G の、えー 範囲が狭いとかね、エリアが狭いとか、でなかなか 3G から 4G に切り替わんなかったりとか結構あったと思うんですけど、それもでも数年でもうね、数年って言っても10年近くとかじゃなくて、もう2、3年とかで結構解決していきましたね、2010年から13、4年ぐらいとか、いや2010年から2013、14、15ぐらいまでには、2015にはもうね、 ネット回線がスマホで使って遅いなんて思うことはほぼなかったと思うんですよ。まあ、ある方もいると思うんですけども、そんなにないじゃないですか。今と比べても、そんなに大差がないっていうか。で、ここからまた 5G とかの時代になってきて、まあ、いろいろ電波がね、体に悪いとかって言われていますけど、結局は疲れていくと思うんですよ。なぜかって言ったら便利だし。で、それこそなんか Wi-Fi につなぐとかっていうのも、なんかもう衛星から、その、 どこにいても全世界どこにいても,もうネットがつながるのが当たり前になってくるんじゃないかなと思ってますしだそういった中において通貨ってものは電子化しないのかっていうと通貨もそうだしで仮想通貨っていうか通貨的な感じですけどあのーイーサリウムとかもそうだしスマートコントラクトとかそのログインとかそういったところでもそのセキュリティ面でもかそうだし個人を証明するとかね いろんな部分で仮想通貨というか仮想通貨じゃないからねなんかクリプトカレンジーとか暗号資産とかそう暗号化技術みたいなものがえ使われていくと思うんですよ世の中的にその当たり前的にだからそこで結局じゃあ既存の通貨とかと比べた時にね紙をする手間とかその製造コストもそうだしえ持ち歩かなきゃいけないね僕も今はほとんど現金も一応持ち歩いてますけども全てえクレジットカードで支払ってます日本にいた頃からもそうですけど その理由はっていうと特にないんですけども別になんか一時出してで現金をもらうっていう手間とかねあっちの方面倒くさいじゃないですかピッてやって電子上でね決済すれば終わりなんでじゃあ仮想通貨の,そのクレジットカードの違いはっていうと確かにクレジットカードの方がねポイント貯まったりとか すると思うんですけども、今後はでもね、仮想通貨でもなんか自動的にポイントが貯まっていくみたいな使用数に応じてとか、もしくはそて店舗によってもらえるかもらえないか選べたりとかっていう時代になってくるんじゃないかなと、でそれは今、あんまり現実的ではないかもしれないと思ってるかもしれませんけども、それが本当、2、3年とか5年とか、それぐらいで来ると思います。そこを視野に入れて、大企業とかはもう先に取引所とか作ってるんですよ。 ね、日本国内もそうだし、ね、バイナンスとか世界的に作ってますけど、なぜかっていうと、仮想通貨業界で銀行になろうとしてるんですよ。わかりますよね。もう、取引所が銀行になっていくんですよ。わかりますかあの今もそうだと思うんですけど、ね、ビットコイン買いますっていう時に、例えばビットフライに入金、コインチェックに入金、DMM に入金して、えー、仮想通貨買いますよね。で、その取引所は手数料もらって運営してるわけじゃないですか。で、その手数料が何百億円とかになっていくわけですよね。プラス、それだけじゃなくて、 えー、その仮想通貨取う人に買った人は、そこにも、えー、ビットコインとか仮想通貨を置いてるじゃないですか。それを資産運用とかもしてると思うんですね、一部は。まああのー、許可取ってるところと取ってないところとかいろいろあると思うんですけどそれは今後デフォルトになっていくる。なぜかというと、今、銀行は当たり前ですよね。僕たちとか、まあ、皆さんとかの預金、ね、大手も銀行もそうだし、地方の。 え信用金庫レベルでもみんなそう預かったお金を運用してえ信用金庫レベルだったら小さい企業とかに貸し出してね個人事業主とかもそうだけどもで大きな企業 UFJ とかみつほとかそういった会社は例えばソフトバンクとかそういった会社に融資しているえってわけですねそれで手数料をもらっていると金利で,で一方僕たちに日本はねあの個人にはほぼ金利はつかないみたいな低金利えっていう時代なんですけどまあそれは余談だとしてもそういうのがもう 取引所はもう銀行になっていくと、ね、それこそなんか、グーグルとかも銀行を目指すみたいな感じで言ってますけども、なんかもう、すべてが伝承になってきて、その GAFA とか、えー、ネットの企業の大企業、ネットの強い会社がもうどんどん銀行とかすべてを支配していく。今もそうですけど、どんどんそれはね、Facebook を FacebookPay とか、でリブラどうなったのって感じなんですけど、 本当はリブラをやりたかったと思うんですけど、すぐにできるのっていうところで、Facebook Pay とか、だか要は Facebook でお金を払うとかって当たり前にしていくみたいな、ね、だからその SNS での決済を当たり前にしていくみたいな。まあ、だんだんちょっとリップルとか r i p コイン関係ないんですけど、でもね、結局一緒なんですよ。全部繋がってくるんで。じゃあその中で、仮想通貨、今既存のビットコインとかリップル、イーサーとかビットコインキャッシュとか、他のアルトコイン、じゃあどうなっていくのっていうと、それぞれね、時価総額ランキングとかのトップ上位を見ても、 で、それぞれのコイン、ね、トップ100とか、全部調べてみてください。全部目的があるんですよ。一応ね。それは建前かもしれないし、本当にプロジェクト進んでいるか分かんない。だけど基本的には、どれどれこうで、こういうようなものに使っていく、使うために動いてます。要は、えー、進んでます、プロジェクトはね。っていうふうに言ってます。で、それは本当に実現するか分かんないし、口だけかもしれないけども、でもそれは実現するとしたらっていうところで考えると、もう仮想通貨、それぞれの分野で、 ニーズを持っってて使われいいいくんじゃないかなかといったとたころですだから、リップルもそうだし、イーサリアムとか、ビットコインキャッシュとかも、それぞれの場所で、えー、使われていくんじゃないかなと。まあ、どれが100%上がるとかね、どれが詐欺ではない、怪しくないかっていう見分け方っていうのはなかなか難しいんですけども、まあ、自家総額ランキング上位っていうのは、それなりにもう価値は認められてるっていうのと、あのー、期待されてる。期待されてるっていう以上に、やっぱりもう、 僕とかそういう中で数億円レベルとかじゃなくて、数千億とかね、えー、数兆円持った人たちがもうプロジェクトに絡んで、でその通貨の価値上げようみたいなで。通貨の価値上げるっていうのは本質的にどうするのかっていうと、実際に使われていくっていうところじゃないですか。そこを目指しているんで、使われなかったらみんな欲しいと思わないじゃないですか。だからそこを実際にどう社会で使われていくかっていうところのためにプロジェクトを進めているわけなんですよね。それを考えたら、 僕は今の価格とか、でそして今の世界全体持ってる人たちの仮想通貨持ってる人たちの、えー、数からしたら、もう5%ぐらいしか持ってないというか、それ以下かっていうふうに言われてるわけですよ。っていうことは、まだまだチャンスあるっていうか、だから、ガチョっていうかね、もう現物で買うんだったら、もう放置、もう買って放置が一番だと思う。もうリップルもそうだし、えーまあ、ビットコインはちょっと高値圏にいますけど、えー、リップルとかイーサーとか、もう今かなり下がってる。 銘柄多数あると思うんですけども逆に、例えば今上がり始めてるやつとか、えっていうのよりも今、やっぱり下がってきてるもの。中国系のコインとか、ビジェンとかもすごい上がってますけど、やっぱりそういうのが、結局ビジェンとかもやっぱり下がりきった後上がってるわけで、ずっと上がってきてますけど、結構ね、中長期で見ると。でもそういう、あとバイナンスコインとかも、一旦やっぱり上がって、ビットコインの高値、7月の高値ともに、 で、バイナンスコミュ下がってきてんですね。やっぱりビットコイン引っ張られるんですよ。だけど、また強く上がり出すとか、っていうふうになってくるんじゃないかな。っていうことを考えると、リップルもそうだし、ビットコインキャッシュもそうだし、イーサーとか、それ以外のあるとこにも、全般も今下がってるとか、ビットコイン下がれば下がるほど買い時。で逆に上がれば上がるほど、これ売るとかね、利確は若干難しいんですけど、やっぱりしばらく持ってた方がいいと思う。で、プラスこれから大きなイベント、ね、来年、再来年。 で、えー、半減期が来年5月とかで、それ以降も上がっていく可能性。要は来年、半減期の1年後とかが大きく上がるんで、というか2021の、えー、5月とか6月とか4月、8月とか、えー、上半期が終わる頃とかに、えー、大きく爆上がりし始める。もしくは年末ね、2021の年末に大きく上げていくんじゃないかなと。ということを考えると、じゃあリップル、 ね単純にビットコインが、えー、200万まで戻すとして、まあ150万だといい。ね、2倍ね。っていうことはリップルも50円ぐらいも戻す可能性がある。っていうことを考えて。で、じゃあイーサリアム、今1万6000円ぐらいでしたけども、そこには3万2000円とか2倍になる可能性は、えー、なくはないんじゃないかな。っていうかね、2倍にならなくても数十パープラスになると思うんですよ。例えば、えー、今1万6000円のイーサリアムが3万円近くまでなるって言ったら、まあ80%パー、90%上昇だと思うんですね。それって相当すごいんで。 年間20%がね、収益出したらすごいっていう風に言われてますけどね、えー、その、一般的には、ね、真面目にトレードしたら、あの、真面目にその、少ない金額で少しずつやるんだったらね、まあ、もちろん年間に数十倍、数百倍するっていう人も、えー、いますけど、それはずっと続けていくことはできないんで、だから安全にっていうことを考えたら、やっぱり今底値減なんで、あるところにはかなり買いなんじゃないかな。っていうかね、だいぶ長くなったんで、この辺しますけど、あの、でもね、そういうところまで考えてね、もう、 上がるしかないと思ってですねで今、認められてないから、一般的に、だから、みんな、上がってからやっぱり買うんですよね。で、今、仮想通貨とか、YouTube で検索する人とかもあんまりいないと思うんですけど、みんなやっぱりね、僕の YouTube とか見ててもそうですけど、6 4月、5月、6月とか、7月ぐらいまではやっぱり仮想通貨の再生回数とか伸びてて、今もそうですけど、ね、リップル系だったら1万とかいきますけど、でもやっぱりその頃の、えー、4月とか、 えー、4月から7月っていうのは、本当に新規の人が多かったと思うんですね。なんとなく。あのー、知り合いの方とか、まあ、僕も実際なんか、えー、僕の知り合いの方に、なんか、なんか、僕の動画見,見たとか連絡来たいみたいな感じで、だからすごい新規の人がまた見てたと思うんですよ。ただ、そこから今下落してきてるんで、新規の人は参入しようと思うんですよ。で、初心者ほど上がってから買うし、見るんで検索するんで、すごい愚かなんですけど、まあ、そういったら、まあ、あれなんですけど、でも、そうなんですよ。ね。だから、 仮想通貨で稼ぎたいと、今ね、この動画見てくださっている皆さんは、必ず下落した今とか、もしくはもうちょい下落しただから今買うっていうのは、さらに下落したときしても、リスク限定的なんですね。もうこれ以上下がっても、ね、じゃあリップ10円まで下がるかもしれない。で、5円まで下がるかもしれない。ね、わかんない。だけど、それはいかないんじゃないっていう話。ね、わかんないけどね。最悪、価値が0円、リップルもそうだし、ビットコインとか0円になりました。どうしても、 えー、それを全部受け止めるぐらいの投資額にしとけばいいじゃないですか、最悪。全損しても、えー、少しで済むっていうね。それぐらいにしとけば僕は全然リスクないんじゃないかなと思いますし、逆にじゃあ、リスクの反対、リワード、えー、利益を考え、利益がどれぐらい出るのかって考えたときに、えー、今から数倍とかなってくるんだったら、えー、それを見込めるんであれば、10倍とかは欲張んなくても、えー、2、3倍とか5倍ぐらいは目指せるんじゃないか。ね、今25円で買って、 10倍って言ったら250円とかですけど、リップルはね。それも無理じゃないと思うんですよ。最高値400円ぐらいなんで、パコーンってうまくこう、バブったりして、えー、リップルだけはね、こう、口コミとかで、なんかリップル急上昇、急上昇、急上昇みたいな買い張、買海る連発みたいな感じで、そこでやっぱり、バインクライマックスっていうか、買いが連続した後に、クライマックスでやっぱり、一旦リーグってこと半分とか、7割、8割ぐらいリーグって、残り3割は少し下がってきたときに、まあ無理そうとかね。で、もう一発伸びたとかっていうときに、リグっちゃう。 ね、そこはちょっと難しいんですけど、そこはね、わからないです、そうなったら。でも、今買って、そうって上がった時に売るっていうのはわかりません、ね、理論。逆に今ぐらいで買わないで、50円まで戻した時に50円で買って、そして100円まで目指す時あるかもしれないけども、50円ぐらいで買って100円になった時でもたった2倍なんですよ。だこの差って違うんですよ。25円で買って100円になった時は4倍なんですよ。わかります ?10 万円買ってそれが40万円になるってイメージ。で 今50円ぐらい戻した後に10万円分買うと100円になっても20万なんしかなんないですよ。ね。だからそれわかりますこれ言ったらすごい説得力あるかなっていうことでもうこの辺にしたいかなと思います。ね。わかりました最後の説明でね。最後まで見てくれた方にはよくわかったんじゃないかなというふうに思います。えということで今日のね、えー、相場分析は以上になります。相場分析というか、リップルとかあと今後の仮想通貨の未来とかですね。まあ 結構いい話したと思うんですけど、もしよかったらですね、グッドボタンとチャンネル登録していただければなと思います。あと説明欄の方にね、僕ね、やってる、えー、投資ビジネスの無料のオンラインサロン、メルマガ、ラインアットフェイスブック、え t ツイッター、インスタグラム、えー、他にもね、チャンネルやってますので、ぜひそちらもね、登録やフォローしていただけると嬉しいです。それでは本日の動画以上になります。ご覧いただきありがとうございました。だいぶ長くなっちゃいましたね。ありがとうございます。